本日は、はい、こちら、うん、匂いのない白髪染め。あ、上手。すっげー上手。こう、もっと下の方がいい？うん、そうだね。こっち向きにこうやった方がいいかな。なるべくあの、茶色のとこは残す。そうだね。毛抜けてんな。抜けてんな。なんだ。ハゲの方で塗ってってどういうこと？あ、ハケね。ハケだった。ハゲに見えて。とりあえず OK。ハゲ、ハゲって見えて。ハケの方で塗るんだって。OK？ ヨーブンのハゲに見えて。そこだけ茶色になったらおかしいよね。ライトブラウンってやつなんだね。うん、そこだけ浮いちゃったらおかしいよね。うん、叩き込むようにしないと染まらないようだってよ。ポンポンポンってね。ババアドも湧いてきたな。多分ブラシ逆だ。そう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 。あ、そうそうそう、そういう感じ。そう、そういうこと。大丈夫や、あれプロだから、こっちは。ほんと？うん、一箱で足りないかな。二箱あるけど。これ全部黒くしたら早いんじゃないの？それこそ、お前美容室で根元だけだと1000円ぐらいじゃないの？そうだね。痛みがすごいんだよ、白髪染めってね。結構あの、大雑把でいいよ。大雑把？だいたいぐじゅぐじゅって感じ。ため息つくね。え？ついてないよ。鼻息。鼻息ね、ため息じゃない。今息止めてたから。息子とか。でもなんでこう、でもやっぱそんぐらいの歳なんだろうね、お母さんと息子に見えるってことはね。7つやっぱ離れてるから。だって出会った時よりも相当年取ったよ我々。お互いに。あ、ちょっと待って。あ、そうだ、後ろもやんなきゃいけないからね。すごい白髪、うん、美味しいよ。昔からなんだよ、私若い頃から。年取ったってことだよ。違う違う、小学校ぐらいからもう白髪あるもん。うちのママとかもめっちゃ多いんですよ、なんかお姉ちゃんも。ここのママ？そう、家系なんつう、遺伝なんだよ。遺伝？うん。あれ、おばあちゃん生きてんの？おばあちゃん死んじゃった。おばあちゃん死んだ。じいちゃんは？じいちゃん今入院中。そうだね。じいちゃんは会ったらなんて言うの？ん？なんて呼ぶの？まさつぐって呼ぶの？なな。つぐちゃんって。つぐちゃんって、ね、うん、なんていうの、おじいちゃん。おじいちゃんっていう。何？気持ち悪い。まさつぐだからつぐつぐちゃんって。おじいちゃんボケて女になったかと思ってんね。いや別になんか変わんないよ。なあ、頑張れとしか言わない。俺もボケだが見せよう、頑張れっていう。頑張れって。いつもでいいよね、仲がいいから。まあそうだよ。お前んとこ仲いいもんな。仲良しだよ。足りる？足りる足りる。もうちょっとくっついてやった方がやりやすいんじゃない？ちょっと待って。こういう美容師いそうだよね。お峠みたいな。見習いって感じ？美容師伊藤裕樹ですみたいな。シャカでいいっす。アンテナスクエア感って。あそこっていくらぐらいなの、アンテナスクエア？安いよ。セットとかもできんの？うん、
今度行ってみようか。俺いつも髪とか全部染めてヘッドスパ入れて、うん、6000円ぐらい。ヘッドスパとかもあんな、アンテナスクエア6000円ぐらい。養分派なんてハゲてませんやんて。釈迦です、やってよ久しぶり。安売りしねえんだよみんな知ってる？アンテナスクエアってほらやってんの。アンテナスクエア行くと俺絶対マサトさんね、髪切りてえと思ってないんだよな、あの人。ひどい時だと髪の毛カットしないで終わるもんな。嘘なんで忙しいの？いや俺だからいいかなみたいなあるんじゃない？あ、そういう感じで、うん、俺の時だけ結構雑なんだよね。トグロ兄弟って俺あのぶん殴られて飛んでく兄者みたいな。じゃああなたはちっちゃい方でしょ。兄者なんで。私は弟の方が強いね。でかいよ 100% みたいな。肩とかに乗ってるでしょ、うん、ゆうゆう。あ、だけど似てるね、トグロ兄弟。お兄ちゃんの方に似てるわ、モンジョリ。お兄ちゃんの方、あ、ロン毛だもんね、あっちね。ロン毛の方。トグロ兄弟ってどんな感じ？似てるよ。思い出せないんだけど。トグロ兄弟？あ、これで？トグロ兄弟。こっち。この髪が長い方がお兄ちゃん。髪長い方がそう、お兄ちゃん。で、ごつい方が弟。髪型は逆？そうかね。いいな、やってもらえるの楽だな。いつも一人でやってるかな、うん、これ、うん、美容院行けよ。美容院だって一緒にできないの。何でも配信ネタにしようとして。なんで先生いいじゃん。確かにでしょ。まあね。いや水曜日は基本まったいだからさ。え、こないだ行ってた美容室みたいなのあれでしょ、うん、あれはもう大丈夫そうなの？次から毎回。あ、全然大丈夫。あそこ本当にいいじゃん。完全個室だ。お彼氏でーす。新しい彼氏でーす。毎度変わるやつ。何それ。焼き餅。焼き餅焼かない、ね、みんな言うんです。そうって奈々ちゃんは毎回毎回違う男とね絡んでるから焼き餅焼く。ココナッツくんも言ってたよ。いた。お前さっきココナッツくん、ココナッツくん言わなくなったな。うん、ココナッツくん、あれ一瞬だったな、うん、一瞬ではないけど今でも好きだけどね、ココナッツくん。うん、でもなんかそういう感じじゃないね。みんな忘れちゃったんじゃない、ココナッツくん。ココナッツくん、うん、でも枠とかコメントしてるよ私。本当？うん、ココナッツ。うん、お似合いだから一瞬住んだ方がいい。優しいね、小峠くんは。こんな豚のおじさんでもこうやって髪の毛触ってくれんだから長い付き合いだから。小峠くんがお風呂から出たらぬりぬりしてあげる。ああ、寝て。逆、今度はもう適当になってきた。でもそれでいいんで、それでもうそんな感じにいいか。こっちの方が早くていいよ。そうだ、そっちの方が早いの。そうそうそう、それ揉み込むようにね。そうそう、こっちの方が確実で帰ってぬりぬりこういう感じね、うん、みんなこんな感じだと思う。いやー、でも結構色違うねこれね。そう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 、もう時間があれどんどん色変わってきちゃうからねこれね。いや、黒以上の黒ってないから。あ、そこら辺はいいや、隠れるもんね、あんまり。あ、なんか来た、ヤマトが。なんだろう。
なんか来たよ。ここまた。なんか来たよ、宅急便が。ちょっとこの後ろのこの中で食べとか。っていうか、私お金持ってなかったの。貸してくんない？あ、いいよいいよ。出したり出したり。飲むよ。着払いなんで、もう最悪だよ。着払い。こっちの方なんかやったりな。ん？マッサージ足疲れちゃうかな。もういいよ、オッケーオッケー。もう本当に後ろは？後ろはもういいよ、本当適当にベーって乗っちゃっていいよ、ベーって上の部分だけ。じゃあ中だけでいいんだよ。中ね。オッケーオッケー。あとこのここはここ。ここも塗ったから、ちょっと見せて見せて。前髪と。ちょっと横見て。横って俺の方だよ、お前。後ろ向くばかりいねえだろ。前髪少ないね。なんて言ったら、マリフィセントなんて。マリフィセントって前のことで。マンハッタン。マンハッタン、ニューヨーク。国？州だね。OK だね。マンハッタン州。前髪もやっとくか。うん。ちょっと雑だけど。え、なんか垂れてきたことなの。クリスチャン、何するかだろ。OK？ ここをニーズリ入れるか言えないね。あのバジリスクのあれみたいなのなんだっけ。あの天然天然いいじゃん。ありがとう。これはこれちょうどね、入れよう。